グローバルリスク報告書2012年度版の重要な点としてグローバル化がもたらした発展を台無しにしかねないリスクとしてさらなる経済引き及び社会変動の2点を挙げていますこの報告書で指しているグローバルリスクとは世界の経済及び社会活動に大きな波及効果を及ぼしかねないリスクを指しています今後10年間に大きな影響を及ぼすとみなされているリスクとして長期間にわたる財政不均衡そして極端な所得格差の2点が挙げられています 現在金融危機および食料水不足の問題が現行している中でこれら2つのリスクは国家主主主義義義び保護主義の原動力ととなななりかねないいみされています1年前と比較すると懸念の対象が環境リスクから社会経済リスクへと移行していることがわかります。 今年の報告書では、専門家と業界のリーダー469名の回答をもとに安心して生活できる将来とサラダの繁栄を脅かしかねない3つの異なったリスク事例を紹介しています。また、特集として東日本大震災から学ぶ主要な教訓を取り上げています。1つ目の事例は逆理想郷についてです。ここでいう逆理想郷、つまりディストピアとは将来に希望を抱くことのできない若者の増加、 そして負債を抱える国に依存している退職者の増加による社会的な不満の高まりを指しています長期的な財政不均衡および貧富の差の拡大が大きな不満となって煽られていることが問題の焦点として当てられています二つ目の事例は不完全な政府ガードについてですより複雑化し相互依存性の高まっている現在二十世紀型の政策 規範制度では必要な保護が与えられなくななくっっててていいる状況となってきていますこのような状況から生じる問題に焦点を当てているのが不完全な政府側の分析です相互依存性の負の側面として挙げられている3つ目の事例はオンラインシステムに日常から依存している私たちの生活から生じる問題を検証しています。 東日本大震災の特集を通して今日のリスクの性質がより複雑化し相互関係が高まっていることが最新認識されています組織が大きなショックに対してより強い復興力を持つためには現場をよりエンパワーする必要があると認識されました刻々と状況が変化している危機的な事態の中特に力を発揮してくるのが日頃から現場の従業員の能力を高め明確なコミュニケーションの流れを作り また、従業員のネットワークを強化することがリスク体制を強化する要と明確になりましたこれが東日本大震災で地震、津波、原子力発電所の危機を通して明確になってきた結論ですグローバルリスク報告書はグローバルリスクのモニタリングをし、変化を分析しています グローバルレベルでの専門家と業界リーダーの意識調査に基づいて重点領域を明らかにしていますグローバル化が進む中で捉えるべきリスクの範囲が広がっている中オペレーション面だけのリスク管理ではグローバルビジネス上のリスクマネジメントに対応しきれない状況になってきていますこの点に関しては今回の震災を通して日本でも痛感したことと思います 震災以降捉えている対策及び日本の体験を積極的に世界に発信しまた今後起こりうるであろう波及効果の高いこのような震災及び危機に対して積極的に貢献していくこの報告書が日本政府及び企業のリスクに対する体制を高めていくための判断材料になることを願っています。